たいと思います。あ、よかった、みんなおーとか来たとか言ってくれてよかった、はい、今回この楽器については映像を一部しか見せしたことはないので、うん、はい、フルでこういう形でフルで初公開、初公開ですね。ちょっと緊張しますけど、みんなで頑張りたいと思います。いきます。よかった、その選曲えとか言われたらどうしようってすごい思ってたんですよ。この曲はあの黒崎ピーさんという方が作られた曲で、まあ、F じゃなくて PSP の2作目にも収録させていただいたんですけども、もう音源からですね、これをカイトの V3 という新しいバージョンで作っていただきまして、映像もすべて完全に新作で作らせていただいてます。うまい。そうですね、すごいうまい、上手です。カイトかっこいいスキンもカイトのスキンを入れていただいて、そうですね、今回あのリズムゲームの顔面をですね、自分の好きなキャラクターデザインのものに変えることができるスキン機能というものを搭載してますので、まあ、好きなキャラクターのスキンでいろいろゲームを楽しんでいただきたいなと思っています。今回はこういうちょっとバイオリンの弾くシーンであったりとか、先ほどのダンスシーンなんかでもですね、2人でこう手をつないだり抱き留めたりとか、いろんなアクションに挑戦してます。これもやっぱりその新しいビータ PS3 というハードのスペックを使わせていただいて実現したものになります。それぞれにしか設定できなかったんですけど、今作からですね、長押しと同時押し、リンクスクラッチ、ダブルスクラッチ、それぞれ設定が可能になりましたので、6種類のボタンを自分なりにカスタマイズして遊びやすいもので遊んでいただくことができるようになりました。今回は画面もそうなんですけども、音、ボタンなんかもカスタマイズして、かなりそのゲームをカスタマイズできるというところをポイントに開発をしています。アイテムなんかもそうですよね、今回何個もつけられるようになって、まあ、3つ、それも前作1個しかつけられなかったのを、まあ、自分なりに難易度もカスタマイズしていただこうということで、アイテムも複数つけられるようになってます。そうですね、初心者の方から上級者の方まで自分に合った難易度で遊んでいただけるようになってます。入ってる前にチャンスタイムですね。うまいな、普通にうまい、さすが。これのチャンスタイムをですね、一定以上の成績でクリアして OK な、多分これを成功するか、残念、惜しい。あのチャンスタイム成功すると演出が、まあ、リッチになっていますか、よりこう派手な画面だと思うんですけど、褒められればちょっとみんなほんとごめん、みんなほんとごめん、買っていただいて、これは見ていただくという。でここはリンクスクラッチというところで新しい要素としてですね、スクラッチをどんどん決めていただけると、こう王冠が、王冠が現れました。みんなほんとごめん、みんなほんとごめん、見せれなくてわざとじゃないよね。わざとじゃないです、これあのこれ営業的に、買わせるためじゃないです